にちは、ジーナです。今日は前回の続きいきましょう。今週のコンビニ新商品のパンとスイーツの後編をお送りしたいと思います。買ってきた商品はこちら。はい、後編ですね。もう前編で買えなかったと嘆いていたローソンの新商品、無事買えました。はい、こちらの3種類ですね。もう秋の味覚全開という感じです。で、なんかね、リンゴが多いんですよね。ドラモッチもリンゴだし、あとこれ見てくださいよ。もうまるでリンゴそのまんま、可愛いですよね。で、そしてこちらかぼちゃスイーツも出てます。で、かぼちゃといえばもうセブンイレブンのかぼちゃスイーツも止まりませんよ。これもね、毎年恒例ですね。かぼちゃのチーズケーキも出ましたし、で、こっちのね、可愛いお団子なんですけど、これはね、ごめんなさい、販売地域がちょっと限られます。関東甲信越静岡限定ですね。ちょっとね、地域限られるんですが、どうしても食べたかったんで買ってきました。で、ファミリーマートはバタービスケットサンドですね。この新作が来てます。今回台湾蜜芋。後編は全部で、ね、7品じっくりチェックしていきましょう。はい、でまずローソンからいきましょう。アップルキャラメルムース。はい、中から出すとこんな感じです。可愛いですね。これね、ムースのケーキなんですよね。で、表面にこれかかってるのがね、どうやらゼリーっぽいんですけど、何ゼリーなのかがね、よくわかんない。でもまあさすがにリンゴ味だと思うんですけどね。はい、断面はこんな感じです。これね、周りの包みを取りたかったんですけど、これ取っちゃうとね、形が崩れちゃいそうなぐらい柔らかだったんで取れませんでした。なぜかというと、これ一番下のね、土台の部分がね、クリームなんですよ。これがなんかね、キャラメルっぽいクリームで、その上にムースが乗っかってるようなね、ちょっと不安定な構造なんですよね。で、そのムースの下側にスポンジがあって、で、さらにこのリンゴのダイスですね。これ蜜漬けリンゴかな、それがゴロゴロ入ってます。もうこれ例によってね、ローソン最近公式サイトであんまり詳しく商品説明してくれてないんで、内訳がよくわかんないんですよ。一番下のクリームのところだけちょっと、そこだけ食べてみる。うん、キャラメルっぽいんだけど、なんかすごい爽やかな味もする。キャラメル風味の乳酸菌飲料みたいな。これ上のムースの部分が一緒にちょっと入っちゃったかな。じゃあそのムースの部分だけ、あ、これ今ねすくった感じ結構プルンとしてます。ちょっと柔らかめのかまぼこみたいな感じ。うん、ここだ。さっき乳酸菌っぽいって感じたのは、多分ね、これミルク系のムースなんだろうけど、表面にかかってるのがやっぱりリンゴゼリーなんですよ。そこと合わさるから、なんかね、リンゴヨーグルトみたいな味がする。めちゃくちゃ爽やか。じゃあ下まで一気にいきましょう。うん、あー、爽やかだわ、やっぱり。ただその下側にスポンジと、あとさっきのキャラメルクリーム、それがあるんで、そこからしっかりデザート感とコクがきますね。で、さらに角切りリンゴがあるから、そこから食感のアクセントも来るし、さらにリンゴのね、濃い甘酸っぱさも来ますね。メインの味はもうリンゴですね。キャラメルはもう風味付け程度。はい、見た目にも可愛いムースケーキです。リンゴ好きの方いかがでしょうか。ぜひ試してみてください。はい、ではリンゴ続きでこちらいきましょう。ドラモッチアップルキャラメル。はい、中から出すとこんな感じです。まあここの見た目はね、いつもと一緒ですね。はい、断面はこんな感じです。中にはキャラメルクリームと、これリンゴのシロップ漬けですね。これさっきのアップルキャラメルムースとね、なんか土台の部分とよく似てますね。リンゴが爽やか、おいしい。さっきのムースもだけど爽やか路線ですね。てかリンゴがめちゃくちゃ爽やかさを演出してくれてる。食べると生地のもちもち感と、この中のキャラメルクリームのすごいコクのある感じがまず来るんですけど、もうそれをね、全部上塗りするかのようにリンゴの食感と爽やかな、ね、風味がね、うわーっときます。リンゴが強い。で、キャラメルはもうずっとそのベース部分にしっかりいるんだけど、あくまで脇役なんですよ。ステージの主役真ん中にいるのはもうあくまでもね、リンゴです。で、プラスこのドラモチのもちもち生地がさらに土台をしっかり支えてくれてる感じがありますね。で、ちなみにさっきのムースもそうだったし、このドラモチもそうなんですけど、リンゴ使われてますが、シナモンは感じないですね。
あのシナモン苦手な方多いんですよね。だからまあリンゴのスイーツ扱う時には、まあ、分かる範囲でお答えするようにしてるんですけど、原材料にも入ってないし、今私が食べた感じもシナモンは全く感じないです。はい、もう大人気ドラモッチシリーズですけどね、今回このリンゴの爽やかさが、ね、プラスされたちょっとね珍しい感じのフレーバーだと思います。気になる方はぜひ試してみてください。はい、こちらもローソンです。パンプキンフラン、はい、中から出すとこんな感じです。今ね袋から出してあるこのタルト生地のちょっとバターっぽいめちゃいい香りがね届いてきました。でその中にこれかぼちゃクリームですかね、それとかぼちゃの種が入っています。はい、断面はこんな感じです。今ね切った感触はこの生地結構固めでしたね。しっかりめの生地です。中のかぼちゃクリームめちゃくちゃ滑らか、ねっとりしてるんだけどすんごいきめが細かい。で周りの生地はしっかりめなんだけどしっとりしてます。乾いてサクッと割れる感じはないですね。風味はすごい香ばしくていいんですけどね、これちょっとね固めのもうちょっと乾いた感じが私は良かったな。ただ中のかぼちゃクリームがもうとにかく滑らかで食感がすごい印象にくる。風味はねそんなに強くないかな、っていうかねかぼちゃクリームの風味が強くないっていうか、風味だけで言うと周りのタルト生地の方が強い。でさっき私あのバターっぽいいい香りがするって言ったけどバター入ってませんでした。これ多分マーガリンですね。バターを感じるようないわゆるあのいい香りの焼き菓子の香り。中のクリームだけ食べてみますね。かぼちゃの風味しっかりありますよ。だからやっぱりねタルトの風味が強すぎるんですね。かぼちゃクリームがね滑らかですごく良かったです。ぜひ試してみてください。はい、ではファミリーマート行きましょう。バタービスケットサンド台湾蜜芋。はい、バタービスケットサンド自体久々でしたっけ。でファミリーマートで台湾蜜芋っていうと、あのいつもファミマのお芋掘りの時期にあの紅はるかのタルト今年もおすすめしましたけど、あれと見た目がそっくりなやつで台湾蜜芋バージョンっていうのが一度出たことがあります。で私それですっごい楽しみにして食べたんだけど、紅はるかと比べちゃうとちょっとねそこまでインパクトは強くなかったんですよね。まあ、ちょっとその記憶があるんでね、今回この台湾蜜芋もどうかなってちょっと思ってますが、まあ、食べてみましょう。はい、中から出すとこんな感じです。発酵バター入りのビスケット生地の中にこれ台湾蜜芋クリームが挟まってますね。はい、断面はこんな感じです。中には台湾蜜芋ペーストが入っています。あ、おいしい。あのね、芋の風味という意味ではやっぱりね紅はるかとか日本のあのブランド芋それに比べるとやっぱり弱いです。ただ今回はこのクリームがね普通に美味しい。このビスケット生地にめっちゃ合ってる香ばしさと、あとバターの香りを感じるすごい美味しいビスケット生地なんですけど、中のクリームがねめちゃミルキーでコクがあるんですよ。でほんのり芋の風味を感じる。でさらにペーストも入ってるからそこからちょっと強めのね芋の風味もくるんですよね。全体的にミルキーでコクがあるんだけどちゃんと芋の風味も埋もれてないんですよ。だからあくまでもこのビスケットサンドとしてすごい美味しい。でほんのりこの芋の風味が感じられるのがいいですね。素材を感じる芋スイーツもいいですけど、こういう加工してこそ美味しいっていう芋スイーツもねやっぱりいいですね。ぜひ試してみてください。はい、こちらもファミリーマートです。生チーズケーキ。何が生なんですかね。レアチーズケーキっていうのは生チーズケーキって意味なんじゃないの日本語化そうじゃないかっていう問題じゃなくって、これ一応なんかねチーズムースが使われてるらしいんですよね。そこがなんかその生感を出してる部分と関係してるんですかね。まあ食べてみましょう。はい、中から出すとこんな感じです。このねあの本体部分ですね、これがねチーズムース。その上にホイップが絞ってあって、あとアーモンドが散らしてありますね。で下側にこのクッキークランブルかな、それもあります。はい、断面はこんな感じです。このねチーズムース部分切った感触は本当だからプルンとしてて、あの一番最初にやったローソンのねアップルキャラメルムースでしたっけ、あれと似てますね。なんかこういう質感今日多めですね。確かにレアチーズケーキとは違うわ。たださっきあの切った感触でプルンとしてるって言ったあの感触とは違った。すごいなんかねとろけて滑らかになりました。何に近いって言えばいいんだろう、もう固める前の生地って感じの、まあ、そこが生ってことなのかな。
すごい甘みやコクを感じるチーズムースです。なんだけどこの上のホイップとあと下のクランブルが結構ね厚めの層なんですよ。だからクランブルのザクザク感、香ばしさもしっかりプラスされるし、あとホイップのコク、ミルク感、それもねしっかりくるんですよね。だからめちゃくちゃデザート感がある。生チーズケーキっていうからなんかどっかでねちょっとあっさりとか爽やかさのある感じなのかなと思ったんですけど、全然そんなことない。チーズケーキを質感だけ生っぽくしたみたいな、そういうね感触です。この生感がね結構良かったです。ぜひ試してみてください。はい、じゃあセブンイレブン行きましょう。かぼちゃチーズケーキ、はい、これもね毎年おなじみですよね。何かが変わったんでしょうか。ただ値段がね324円、こんなに高かったっけ。まあもともとそんな安い商品じゃなかったと思うんだけど、さすがに324円って言われると高っと思っちゃいますけど、はい、蓋開けるとこんな感じです。こういうキューブ状のねかぼちゃのチーズケーキ、全部で6個入ってます。チーズケーキっていうかやっぱねもうかぼちゃの素材の風味がメインにあるから、かぼちゃの煮物、それがちょっとコクが強めになった感じなんだけど、あくまでもチーズケーキだからちゃんと甘みもあるしコクもあるしチーズの風味もあってちゃんとデザートなんですよ。ただやっぱり一番メインに感じるのはかぼちゃ本来の風味、それがなんかいい香りだなと感じられるチーズケーキですね。なんだろうな、なんかいい意味でデザート感よりもかぼちゃの素材感の方が強いから全然罪悪感ないわこのチーズケーキ。で食感もいいですね。食べると口の中でねっとり広がるんだけど、すごいキメが細やかで滑らかで、でも滑らかすぎないんですよ。これあのローソンのバスチーの時も言ったけどね、やっぱチーズケーキはある程度生地感があるのも好き。バスチーほどの生地感ではないけどねっとりすぎない感じもあって、そこが結構ずっしりくるのがねすごい美味しいです。いやもうセブンイレブンこのハロウィン前にねかぼちゃスイーツスパートかけてますね。まだまだこれかぼちゃ出るんで、週明けの月曜日になんかねあのオムレットケーキ、かぼちゃのオムレットケーキとあとなんかカップケーキが出ます。それはあの買えれば来週一緒にやりたいと思いますので、かぼちゃ好きの方はねそちらもぜひお見逃しなくご覧ください。こちらはかぼちゃのチーズケーキ、今年も美味しいです。ぜひ試してみてください。はい、じゃあ最後こちらいきましょう。三色団子チョコあん入り、はい、こちらの冒頭でも言いましたがね販売地域が限られてます。関東甲信越静岡限定の商品、ハロウィンカラーのね3色のお団子です。ちなみにこの色はね風味全く関係ないみたいです。あのてっきりねこのオレンジはかぼちゃ味で紫は紅芋 で黒なんだろうななんて思ってたんだけど、全然関係ないみたい、色だけっぽいです。はい、中から出すとこんな感じです。せっかくねこういう色合いなんだからなんか風味つけてくれればよかったのにね。そして中にはチョコあんが入っています。普通にチョコ味のお団子、あ、でもちゃんとチョコあんだ、チョコクリームじゃないですよ、ちゃんとねあんこなんですよね。それがねチョコの味がしてる。で生地は普通のお餅ですね、プレーンのあのお団子の味です。ちょっと寂しいねこの時期にこういう色合いのスイーツだからね、せめてなんかこの3つのフレーバーじゃなくてもかぼちゃ味とかなんかつけてほしかったですね。まあただね映えはしますね、まあ、ハロウィンのお団子ということで写真 SNS に載っけたいとかそういう方はねいかがでしょうか。ちょっと販売地域限られますが気になる方はぜひお試しください。はい、ごちそうさまでした。後編も美味しくいただきました。今回のおすすめはですね、まずはローソンドラモッチ、今回のねアップルキャラメル美味しかったです。まあ、キャラメルはそんなに前面に来る感じじゃなかったけど、あのリンゴの風味がすごく生かされたドラモッチでしたね。さっきも言ったけどやっぱドラモッチでねこういうあのフルーティーな感じのものが食感も含めて中に入るって結構珍しくないですか。それがねすごい良かった。リンゴ好きの方はもちろんですけど、あのドラモッチファンの方もね、あの今回のフレーバーすごい美味しいと思うんでぜひ試してみてください。あとはねセブンイレブンのかぼちゃのチーズケーキですね。やっぱチーズケーキなのにちゃんとあのかぼちゃの素材感感じられるっていうのがねいいなと思いました。もう本当にかぼちゃ本来の味をね味わえる、そういうねかぼちゃスイーツだと思います。もうこのかぼちゃ好きの方はねかぼちゃスイーツ堪能できる期間って結構短いですよね。このハロウィン前ピンポイントにもうたくさんいろいろ出てくると思うのでぜひ試してみてください。あとのビスケットサンドも良かったですね。まああれはちょっと芋は弱かったですけど、もう全体の組み合わせがすごい良かった。やっぱあのロングヒット商品はね、もうフレーバーが変わっても美味しいですよね。他も美味しいものたくさんありましたので気になるところで試してみてください。
はい、というわけで前編後編をお送りいたしました。今週末ねまた動画出します。これはもうねSNS で先に情報出しちゃったんで知ってる方は知ってると思いますが、ビドフランス出しますよ。もう10月はビドはね絶対やっとかなきゃいけない。なぜならばハロウィンのねお化け、そしてかぼちゃをモチーフにしたパンがねいろいろ出てきます。もうねこれ撮影終わってまして、もうねどれも美味しかった。本当にね当たりばっかりだったんで、こちらもねぜひお楽しみにお待ちください。この動画良かったなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。